まいります。目標を持つことはとても大切だよって書いた曲、てっぺん言葉にすること、皆さん聴いてください。手拍子。そしてサビで俺がてっぺんとからピアノで、皆さんも一緒にお力を貸してください。てっぺんとから OK ですか？それまで皆さん手拍子で聴いててください。来年2025年地元姫路で、ホールワンマンライブを開講いたします。そのために今全力で頑張っておりますので、よかったら田中由紀、名前だけでもいいです、覚えて帰ってください。田中由紀。こんな自己紹介ある？ああこんな歌が世界を救うとは思わないけど、不器用な俺がお前に伝えたいこと、いつまでも愛してるよ。残すところあと1曲ございます。あと1曲は楽しい曲、皆さん思い出していけますか？いけそうですね。ありがとうございます。